僕なんか。ビビリンゲボーボー。やらせっぽい。やらせっぽい。何知ってんの？ストーカー。ありがとうございます。美人はゲイの敵。味方味方、謎の女よろしくお願いします。謎の女ですから、よろしくお願いします。咲木さん、今日はさきぎさん以前一緒に、はい、新宿2丁目のゆっこママの、うん、いわゆるゲイバーですね、うん、ベンチベンチいや、やらしい名前なんですけど今日なんですが、今日ね、ゆっこママ実は銀座にもお店持ってまして、うん、そこがこれなんですよ。ペリペリパラダイスっていう持ちネタのゆっこママのペリペリパラダイスなんですけど、ここ銀座店が新宿店もすごいいいんですけど、馴染みがあって、そこの4倍ぐらいの広さがあって、また雰囲気がやっぱりザ・銀座だなっていう雰囲気なんで、ちょっとそこ行ってみようかなと思って。なるほど。やっぱり大好き。あれから仲良くなったんですね。仲良くなった。初めましておめでとうもらいました。金になると思われてるだけです。本当それだけ。聞きたくないそれ。お前なんか本当それだけ、ね、仲良くなったんですよ。お前気を流さないでということで、今日なんですけど、ここ銀座でゆくままのところ行って、ここのいいところは、今日まだ多分ゆくまましかないんですけど、向こうと一緒でやっぱ人がバーっているんですよ、ここも。で、ここはここで多分ここ専属なんかな、店長さんがいたりとか、はいはいはい、そうそう、その人も、まあ、新宿では俺見たことない人だったんで、結構面白い人で、楽しみ、はい、全員ただのゲイだけど面白い人もゲイだけど面白い。ゆくままなんかさ、まあ言ったらぽっちゃりじゃん、ぽっちゃりって滑覆があるじゃん、いい感じね、はいはい、まあ、ラグビー太りみたいな感じじゃん、うん、確かに。あの体型でゲイなんかも絶対面白いでしょ。もうそれだけで面白いじゃん。さっきも、いや、もうさっきもね、そこであったんですよ、遅刻してて、ゆっこママが、はい、8時に集合って言ったら、僕らももちろんね、7時55分には最低行きます、それでもちょっと遅いぐらい、はい、で、ママ、まあ、いないんですよ、開かないと、はい、ママ、どこですかって言ったら、フットサルの試合のインスタとしました。フットサル見てますみたいな、なんか自由ですね。で、どこいんのママって言って、寒いねって降りたら、焼き肉が出るんだ。くちゃ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 言いながら肉食ってたから言いながら自由すぎる。ということで、もうなんか準備終わったみたいなんで、はい、ちょっと行っていきたいと思います。概要欄載ってるんで、よかったら見てくださいね。ここも結構、はい、単価高いからね、貧乏人来ないで、ママが言ってましたから、貧乏人来ないでねって言ってた、この間言ってた。貧乏人ダメよ、シャンパン入れる人間が入っちゃダメだから、ここお願いしますね。ということで、ちょっと行きましょう。はい、すごいいいビル、いいビル、かっこいい、かっこいいビル、かっこいい。あ、ごめんなさい、乗れないです。ごめんなさい、うつすな、うつすな、ごめんなさい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 、近くない？近いっすね、これ。ボケてない？ピント。いや、ピント。ピントどう？いや、いいんですかね。まあ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 。大丈夫？いや、嘘。いや、いいっすよ、いいっすよ。嘘。ダメでした。ふざけんな。めっちゃダメでした、それ。面白い、面白い。そんなに嫌がらなくていいじゃないですか。何なんですか？何なんですか？暗い。何なんですか？ここ？暗いけど、うわー、いやいやいや、お店綺麗。出た、ペリペリパラダイス、ペリペリパラダイス、ここペリペリパラダイス。何した何した、どうした、どうしたの、けれんしてるの、けれんしてるの、けれんしてるの。うるさい。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。始まります。リップ塗った後に口紅に磨かれるんですね。あ、また話しながら、じゃあやろう。でも、やっぱリップよりもほら、一気に口紅。真面目。焼肉食べたからだ。焼肉食べたから。あ、エチケットやるんだ。そうなんだ。まあ、今日誰かいらっしゃるんですか？え、今日、あ、従業員さんは。はい、高子さんがもうすぐ来ます。あ、高子さん。はい。前回お会いさせていただいて、僕プライベートで一緒来てるんですよ。そうなんですよね。その時も、普段4人ぐらいいらっしゃるんですか？普段、4、5人入ってますね、毎日。そうなんですね。はい。ママ、これどこ調理がいいですか？あ、わかりました。じゃあちょっと、いつものあれやっちゃいましょう。ゆっこままルーレット。あ、ありがとうございます。うわ、来た。それ、ゆっこままルーレット。ゆっこままルーレット、ビビビビビ、ここです。ここです、角。決まってんじゃん、もう最初からもう。わあ、もう映せないから、ちょっともうこれモザイク YouTube 厳しい、モザイク、まあ、モザイク、大丈夫かしら。いや、大丈夫です。でもね、見て、よく見ると僕らちょっと、とか本当だ、まあいいですよ。すごい T シャツ、いろいろ考えたりしてもやってきたんですよ。ですよね。ずっとモザイク、絶対ずっとモザイク。それマイクとして使うわ、これ。モザイク、話聞いてない、話聞いてないじゃないですか。
いや銀座店はまた全然あるよね。全然違いますね。本当に違う。5倍ぐらいあるのかな。5倍ぐらいあるんですか。はい、新宿よりも客単価も全然違うということで。客単価お金もう、まあそうだよね、私がお金の話好きだもんね。客単価はそうですね、ですよね。何倍かですか。何倍か。何倍、何倍、すごいですね。儲かってますね本当に。全然もう全然ですよ。さっきに1個ボケ食ってたじゃないですか。明日ね、前に行くのに10分で1万使っちゃった。あったら持ってんじゃん。10分で1万すごいね。10分1万すごい。マジっすか、うん、これちなみに新宿店は、お休みがあるんでしたっけ。ごめんなさい、新宿店はあります、はい、新宿店は月曜日が定休日です。銀座店は、銀座店は土日祝。そうか、銀座自体がそうだもんな。そうです、はい、周りのお店がやってないんで。そうだそうだ、はい、何時から何時までやってるんですかここ。10時から、ラストちょっと濁しちゃう、濁しちゃう、濁しちゃう、ラスト、うん、なるほど、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。丁寧丁寧。でもカメラで撮ったら、自分で撮ったら今横に流したからそんなに大丈夫だったっていう。そんなに大丈夫ですけどね。よし、はい、始めよう。始めましょう。始めようっていうか、今日何も、いや今日本当に何もないんですけど、別にもう銀座店を僕が PR したかっただけですよ。なるほど。あ、ごめんなさい。ああ、カルマさんだ。あ、高子さん来た。あ、あ、高子さん。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。すいません。あ、こんにちは。高子さん、のタイ旅行で。全部 P でお願いします。全部 P でお願いします。ちょっと早速なんですけど、お酒を。なんかいただきたいんですけど。いいんですか。何もないまま何を喋るんですか。いや何もないでも喋るじゃないですか。まあまあお好きなお酒あるんですか。ちなみになんかあるんですか。シャンパンで、そうめんっていうシャンパンが好きですね。あ、そうめん。あ、じゃあそうめんお願いします。え、いいんですか。僕もそうめん好きですよ。あ、本当ですか。ごめんなさい、シャンパンとか大丈夫ですか。すいません。イエーイ。お願いします。シャンパン入れないとダメだから、ここ来るとき皆さんお願いしますね。注意事項出てるから。この間も DM 来て、はい、19日土曜日行きたいんですけどって言われて、シャンパン入れるなら行きますよっていうちゃんと返事しました。ちゃんとダメです、ダメです。ここ大事、大事。じゃあお酒持ってきますね。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、持ってきてくれそう。高子さんが。高子さん、高子さん、僕以前お会いしますからね。そうですね。僕はプライベートで1回だけですよね、来たの。ですね、はい。1回です。私ずっとそれから行きたいって言って言ってて、今日に至る至る。よかったね、来れてね。謎の女。多分嫌われてると思うよ。じゃあそっか、本当に好き。相互フォローだもんね。インスタもツイッターもだもんね、相互フォロー。DM でやり取りするぐらいだよ。LINE じゃないの。 LINE じゃないの。 LINE 聞いていいですか、今日。あ、交換しないっけ。じゃあ今日聞こう。あ、ねえ、交換しない。嬉しい。元謎の女。元謎の女。名前覚えちゃった。先吉。よかったですね、よかったですね。よかった、超嬉しい。銀座とか遠いからなかなか簡単に来れないですからね、僕ら。え、遠いですか。いや、その簡単には来れないというか、まあ、ね、まあ、住んでるところ、まあ、例えば六本木の方住んでて、うんうん、まあ、簡単に来れないじゃないですか、距離で。まあ、確かにそうですね。そうなんです、どうしてもやっぱ六本木の方の、六本木でお店やらないですか。六本木も最初出すとき、視野っていうか、リストにあったんですけど、なんかイメージがちょっと怖い人多そうだなって。あー、うん、実際多いですよって。確かに多いですね、怖い人ダメなんですよ。まあまあまあ、うん、確かに、ね、やからとかその面倒くさいそう、うん、やかピーやダメでやるし。やかピーやだ、やかピーやだ。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、いつものやっちゃおうよ。なんで映らないようにしてるんですか。なんで映らないように映っちゃうのよ。嫌なんですか、嫌なんですか。高子さん一緒にパチンコの YouTube とか出ましたよ。高子さん映りましょうよ。高子さん照れや、照れや、照れや、やだー。39歳。恥ずかしい。あ、前聞いた、そういえばタイで。ビー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 。タイってやっぱそういうことで言ってるんですか。ごめんなさい。まあでもバカンスと、まあ、うん、まあ、それマッサージの延長で、まあちょっと、うん、ずっともないけど。ずっともないけど、ちょっとダメだってこれ。あ、募集されちゃった。あ、じゃあ行くよ、いつもの。ああ、ストーリー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 、ちょっと島あげよう。ママごめんなさい。あ、いい、どうも、3人で。あ、
なんか適当にここをアウト撮ってるよ。じゃあカウントします。はい、います。50、49、決定。前の20秒前注意したんじゃないの。そうだよね。お願いします。毎回同じことやってんだよ。増えてんじゃないと。じゃあ5秒前から、はい、5、4、3、2、1。ラファエルさんとサキキさんからソーイングいただきました。ありがとうございます。いただき、ケガボーボーよっこら。あそこはねマックス。溜めちゃったよいしょ。イエーイ分かりづらい。2本立てだ。長くなっちゃった。15秒かける3だった。すいません。これ全部保存しとけばいいよね。これ保存しとけばいいですか。はい、これでいいですか。そう、で、あとで上げる方分かってないんで、ごめんなさい。ママあれですよね、お酒は強い方じゃないんですよね。あ、激弱ババアですね、私は。ですよね。昨日、ま、結構飲んじゃったかなと思う。昨日新宿店定休日だったんですけど、ちょっと富裕層来ちゃって。あ、それで開けるんだ。開けちゃう、開けちゃう。でも、いくら使えば開けます、休日。30とかからかな。あ、ほんとですか。うん、まあ、僕普通にこの間プライベートフラッときに30使いましたね。あ、はい。ですよね、だからいつでも開けますよ。もう実績すごいから。じゃあ、販売しましょう。販売しましょう。ハッニュー。ハッニュー。何喋るストローないですか。ストローないっけ。あ、俺のコマンドハンドある、取って。いやでもこの間のすごい反響良かったですから。本当に。本当ですか。めっちゃ反響良かったですよ。嘘だ。それ本当です。あれ良かったよね。本当より。本当です。みんなに私急上昇に乗ってた。朝乗ってた。あ、乗った。 YouTube の急上昇。あ、乗っちゃった。乗っちゃいました。シェアシェア。男じゃん、バリバリ。なんか正直、こっちにもあれがあります、その影響っていうか。うん、それはありがたい。なんか、インスタとかではなんかラファエルさん尊敬してますみたいな人のフォロワーが増えて、そこでちょっとお店絶対行きますみたいな、銀座行きますみたいな。なんか富裕層のファン多いですよね。あ、僕はめっちゃそうですね。ですよね。年齢層圧倒的に高くて、うん、お金持ってる人さんが多いんですよ。そう、だから会うかもしれない、それアクセス流すっていう意味では。で、ちゃんとはっきり言うのが好きな視聴者さんが多いんで。あー、そうなんだ。いや、そういうのじゃなくて。あ、そうじゃない。ちゃんとお金使ってくれたらそういうことですよ。そう、偉そうにしとけるじゃない。違う。真似してる前が偉そうにしてる。飲もう。そうめん、今年初だ。初そうめん。はい。私は昨日かましちゃってる。かましちゃってる。あー、美味しい。あの銀座店はやってどのぐらいですか。ここは1年ぐらいですか。はい、2月の頭にオープンして、もうすぐ1年ですか。2月で。おお、おめでとう。はい、1周年。はい、一緒にパーティーもやります。お願いします。来ない。ママちょっと暑くないですか、この部屋。暑いですよね。暑いですよ、ね。ママ暑い。暖房。ママ暑い。いや汗。ま。全ピー。おしぼり持ってこない。私ちょっと待ってね。すいません。全ピー。大丈夫です。いやー、面白いですね、今日も。面白いですね。ありがとう、ブラザイ。銀座方までは来ないですか、佐々木さんは。全然。買い物ぐらいですか。へぇー。何のれん。何なんですか。はい、どうぞ。あ、冷たい。冷えてる。ありがとうございます。やっぱ嫌ってんじゃん。いや、疲れてると自称。大好きだよ。二人とも大好き。いや、ハマってる。全然タイプじゃないはずだから。いや、はい、ね、ママ好きだもん、さっきは。ちょっと待って、焼肉のゲップが。さっきの。10分ですっごい大変。ママさん、ちょっと香ってきて。10分で、どれが行くんですか。毎日焼肉？ここの結構美味しいんですよ、あそこ。え、そうなんですか。え、なぜ、え、いきいきさん。いきいき。はい。出勤するときは大体空いてたら行っちゃう。そんなにいいんですか。でもダイエット中だから肉はなんか大丈夫でしょ。だって大丈夫です。ヒレ肉じゃないですよ。あ、そうなの。チクリ触らないとなんか、チクリ触らないとやせ。あ、ごめんなさい。そうなんだ。でも、自分の中で炭水化物食べなきゃいいかなっていうルールだから。あ、そうですね。脂質が良くないんですよ。でしょ。ラー君もやってるもんね、インスタ見たよ。ラー君初めてです。ラー君、俺このラー君。ラー君、ラー君、ラー君、なんか銀座店のここ違うぞみたいなのあるんですか。お客さんがちょっとこういう
まあ、例えば、新人と違ってこういうのが来るみたいなとか、金持ち来るとか、やっぱ芸能人こっちの方が多いとか、なんか芸能人とか、まあ、スポーツ選手とかもね、はい、多いですよね。で、まあ、もう全く違います、うん、そのお客さんの層が。選手君の時はもう本当に、なんていうか、まあ、観光客っていうか、もう、うん、東京来ちゃったぞって、なんかあの、ゴロゴロ、ちょっと貧乏くさいやつ。嫌いだけど、ちゃんと、あ、どこから来てくれたんだっていうのをちゃんと全力、いや、そう、70% ぐらいでやるんだけど、ちょっと全く違いますね。銀座の周りのクラブのお姉さんたちが、社長さん連れてくるのが9割ぐらい。それすごいな。一般客ほとんど来ないかな。びっくりしちゃった。そうなんですか。銀座って街をあんま知らなくて、ノリでちょっとお店出しちゃったんで、まあ、ただ金持ちいるかなっていう、ただの、あの、なんか、イメージで出しちゃったからびっくりしちゃって、もう蓋開けたら、うん、オープンザボックスしたらすごいすごいびっくりしちゃった。、はい、今回この動画見て一般の方も結構もしかしたら来るかもしれないですけど、来てください。あの、もうシャンパン絶対開けてくれってことですね。シャンパン開けないって来る人いるの？逆に逆に新ちゃんもね。怖っ。怖っ。確かにそれな、まあね、まあそれはそうです。でもこの金曜と土曜もあの、はい、出勤新宿の方してたんですけど、はい、ちゃんとでもやっぱ優しいから貧乏な人も作り笑顔でずっと対応できたって。70%ぐらいだ。70%ぐらいだ。あ、写真いいですよみたいな。みたいな感じでできたかな。そんなにやんな。最近あれですか、あのテレビの方は出てるんですか。 TV よくかしでしたか。よくかし、この間でも土曜に電話ありましたね。えガラケーを調査したいって言われて、もう持ってないからダメだってなっちゃったりする。そう、たまに、たまにしないんですよね。はい、持ってるってことにしないんですね。持って、そうね、絶対やらせだもんね、テレビってね。実際やらせだよ。あ、やらせ。やっぱそうですね。YouTube と一緒、やらせ。そうですね。僕なんか動画の 90% やらせですよ。ビビリンゲボーボー。やらせっぽい。やらせっぽい。でもなんか YouTube のお仕事がちょいちょい。あ、本当ですか。ちょいちょいです。なんか、うん、なんか影響かな。いやいやいや、全然ありがたいです。僕本当夜のお客さん多いんで。あ、はい。でも柄悪い人来ちゃうかもしれないですね、もしかしたら。ダメです。でも柄悪い人、うち NG です。お金持ってればね、紳士的に飲むんだったら。あ、紳士的だ、うん。まあ、OK じゃないですか。OK にしました。紳士的に飲む。静かに飲むした。静かに、はい。優しく飲むした。優しい人ね。うん。いじられるのは嫌なんですね。え、なんだっけ、私ゲイ得意っていう女嫌いって言ってましたね。私、あ、ゲイの友達多いっていう女が。でって感じ。確かに。でって。だからって感じ。そんな。なんとなくわかりますけどね。そういうやついるっていうのは。はいはいはい。まあね。嫌いかも。あ、いけないいけない。嫌いじゃないぞー。ちょっと、待て待て。ママ早い、ママ早い。ちょっとあれしちゃった。ママあれですよね、その今日本当に喋ってるだけですけど、あれですよ、YouTube 本当にやるんですか？ YouTube、2019年から始めます。ゆっこママチャンネル解説します。なんでうざいの、なんでうざい、なんでなんだろう、今のうざいかな。2019 ゆこママチャンネル has come。 え、どうやって作るの、チャンネルって。チャンネルの作り方ですか。はい、作り方は、まあ、全部任せてもらえば大丈夫です。大丈夫ですか。全部やります。投げちゃっていいですか。全部投げてもらって大丈夫です。はい、お金一切取らない。頑張ります。お金一切取らないんで大丈夫です。取らない、もらえる。あ、もらいます。もらえる。僕からじゃなくて Google からもらいます。 Google から。はい、チェッ。登録お願いします。ピー、イエーイ。絶対今ハゲ日記か、こう。マジですか。いや、ほんと YouTube 絶対あの、企業として、社長さんとして持った方がいいですよ。広告、まあ出してないと思うんですけど、広告費がタダになるんで、今後有名になればなるほど、そのチャンネルが。なる、そうですね。それって大きいですよ。ですよね。なんでやなかったんだろう、今まで。いや、それはやってないのはなかなかですね。なかなかですね。佐々木吉さんに例えば広告を宣伝してってお願いしても、結構なキングになっちゃうんですよ。ありえないぐらいのキングになっちゃうんで。広告を、広告だ、 YouTube 出してって言っちゃうと、それを自分で持ってたらタダなんで、企業チャンネルってなったんです。最初のスタートだけコンサルに入ってもらったりとか、そういうのやって育てて、そこから育ったらもう自分でいけるんで。いや、教えてよ。え、ママ向いてると思う。だって17とかも向いてる。向いてる。そういうのあれ、逆に向いてないから向いてる。浸透してそういう浸透しなきゃ。そう、でも17ライブとか
かしてて。あー、いいです。そういうの、向いてるな。一番稼ぎになるんですか、結構。でもあれってやっぱ大体女の子、女の子ね、っていうイメージ。まあ、いや、男の子も頑張ればって。でも頑張りたくないし。あ、ダメだ、担当さん見たらごめん、頑張ります。絶対見てますよ。あ、本当に。一番仕事しますけど。あ、そっかそっか、頑張らん、でもまあ、うん。でもなんか女の子か。だって女の子、こんにちは、ありがとう、嬉しい、何々さん、久しぶりに、ありがとう、ありがとう、ありがとう大会だから、確かに、まあまあまあ、そうですね、うん、疲れちゃった、うん、確かに確かに確かに、まあまあ、純粋にやってもらってね、楽しんでる分にはいいんですけどね、お互いが、うん、インスタライブとか自由にやってる感じがする、インスタライブ自由、やっぱ投げ銭じゃ、あの、うん、なんか自由にできるかな、うちの方がね。インスタライブは投げ銭ないですか？ないですよね。完全に自己満というか、うん、それは一番多くやられてると好感度がありますよね。そうですよね、うん、で、うん、だし、うん、確かに。そうなんですか？そうそうそう、あんま言い過ぎちゃうとたまに怒られちゃうけど、僕、車で速攻とされましたよ、インスタライブ中に。嘘。あの、僕知らなくて、車の中で音楽流してたんですよ、うん、あ、音楽はダメだですよね、速攻とされました、はい、初めてやって、それでした、一発目。で、音楽止めたら大丈夫でした。うん、フォロワーさん多いから。あー、公式がついてるから余計にじゃない。そうですね、それはあー、そうかもね。うーん、まあまあ、公式欲しい、公式欲しいね。申請すればつきますよ。え、どこに？つかないよ、なかなか。申請するルートが、やってます最近。1ヶ月に1回ぐらいやってる。あ、本当ですか。まめにやらないと。ルートなんか申請するっていう設定画面にあって、ブラウザあるんで、また教えます。あ、ちょっとそれ動画で言え、お金取らないと言えないんで。え、ちょっと私にも教えて。夢の青マーク。で、ツイッターも欲しい。ツイッターはつかないんですよ。あ、ついてないですもんね、確かに。つかないんですよ。で、偽物が今。そうなんです。あー、そうです。ツイッター、そうそう。ノンスタルの井上さんが偽物フォローしてて。え ?90 万フォロワー。あの、そうなんですよ。ツイッターはタレント事務所とかで、そっちってパイプがないと多分つきにくいんですよ。パイプっとね。じゃないですけど。じゃないけど。歌舞伎さんはだって当時からついてるじゃないですか、インスタ。うん、あ、ツイッター、ツイッター。あ、ついてますね。1万とか2万とか。バンドやってたから。そうです、そういうタレントに所属したっていうことで。タレントではないというか、事務所がそうじゃないですか。あ、そっか。ママ、まあ、つまんないって。ママが面白い話よ。ママの面白い話よ。ない、ない。タイプとかなんかあるんですか。え、何何タイプとか、なんか男募集みたいなないんですか。男募集、こういう方が好きなんですか。そうです、男募集中。めっちゃごついじゃん、こんなの。すごいごつい。めっちゃごつくないですか。こんぐらいが好きかな。顔は本当にこのぐらい好きなんですか。こういう濃かった。いろいろピーできる。2500バーツだから、まあ、8000円ぐらい。で、うほぼピーだ。ほぼピーだ。もう今厳しいから、ほぼピー。そういえば、最近入ったマネージャー、お邪魔ね、こういう感情タイプじゃないんですね。違いますね。まあ、でもね、彼のこと好きな人いっぱいいるでしょうから。いや、私はまあ、なんか、半透明にしか見えないんですけど、彼は。でも、彼の女性とかね、彼が友達好きで、まあ、私なんか、なんかそんな言われたところ。あ、もういいです。ごめんなさい、わかりました。そうだね。そうですね。だから特にお知らせすることないですね、私。いや、僕らは普通にもう遊びに来ただけなんで、うん、あ、もうこれを普通にただ垂れ流してだけなんで、うん、垂れ流し、はい、NKDS。 あ、ちなみに私まだ見てないんですよ、あの前自分が。あ、良かったですよ。怖くて。めっちゃ面白い。めっちゃ良かった。めっちゃ面白い。すごい、なんか滑って、なんかどうしよう。あ、感じ悪かったらどうしようとか、いろいろ怖くなっちゃって、最初の7、8分見て、もうピッて。見た。でもやめたんだよ。平均視聴率高いです、それ。あ、そうなんですか。なんなんですか、その伸び方。酔っ払っちゃいますよ、ママ。ゆっくり飲まないと。無理して飲まなくて大丈夫ですからね。大丈夫。酔っ払ってんじゃん。いやいやいや、面白かったね、今日ね。面白い。ママ、この後飲んでいっていいですか、これ。もちろん。いいですか。うん。お客さんが10時から来ちゃうんですね。あ、でも別に今日予約入ってないから来ないと思います。あ、そうなんですか。うん。全然自由で。一旦飯食いに出て、うん。戻ってきてもいいですもんね。うん。予約、基本予約で一元さんでカーンっていきなり、でも来るでしょ。それほとんどでしょ。予約予約制じゃないでしょ。大体、いや、大体電話、大体予約ですね。へぇ。もう JR っていうか、まあ常連さんばっかり。うん、そうなんですか。そう。で、予約がなかったらじゃあ来ないんですか。予約いきなりはほとんどこの1年間、まあ、たまにはありますけど、
やっぱ銀座ってしかもね値段とかもあんま書いてないですよネットとかに、うん、怖くて銀座って名前でビビってビビってんだ取れないと思うんです男性が1万2000円女性1万円であとボトル代プラス、25%、はい、普通なんですよねそれは僕もよく分かんないですよ正直行かないんで分かんないですよ、まあ、その辺のキャバクラと同じぐらいっていうことですよねうん、まあまあ今日は安くしてくださいねもちろんいつもお世話になってるから今日すごい安くしちゃうまた30何万じゃないそんな行かないよ逆にやられてる焼酎とかでもいいですねもう頼めない一番入れてほしいお酒ちょっと聞きたいです一番はいシンプルに美味しいしいやそれはねめちゃくちゃ何百万なかったらそれはそうっていうことじゃなくてシンプルにこれが嬉しいなっていう進撃のももちゃんだったら、うん、サロン個人的好きだでもアルバンドンとかやっぱいいんでしょうね、うん、サロン個人的好きだっておっしゃってた、うん、みたいな個人的に好きなやついいですか、はい、普通に何ですかクリスタルクリスタルってのはここだといくらなんですか10からこれはそうめんはそうめん6万ぐらいロゼは高いですよねロゼ10ぐらいああじゃあロゼとあれとクリスタルで一緒にそうですねうんサロンって高いんですかサロン25ぐらいじゃないですかうわ高くないとかだと25から30そんなにうんそんなにごめんなさいそんぐらいですねそんなに美味しいんですか私飲んだことないんですよ。うち置いてないし。あ、置いてない。そう置いてたら入れるとこだったね。入れない。中子さんちょっと仕入れサロン。めちゃくちゃ。この後ご飯の後帰ってサロン。いやいやいや。めちゃくちゃ。あ、嘘。本当に。高いですよね。一番高いお酒はアルマンドになるんですか。アルマン。ジョージ置いてるもので。アルモン。あれなんだプラチナってやつが置いてあるかなうわあれが4、50万4、50あとドンペリのなんかあのまあいろいろでもなんかピンね最近増えちゃったねいろいろ4、50決まってないですよあのメニューに載ってなくてですよねこいつは40でいくかこいつは50でいくかってうんそうだそうだ確かにそういうことですよね時価ですよねまあまあそれひねったらさっきお肉食べたんだ寿司屋と同じですよね時価身近なところだってお寿司屋さんのいいところなんかは時価じゃないですかそうです身近なところで言うと当店も時価の商品ございますまあでもこの1年、まあ、2回ぐらい出たかな、ね、でもそんなもんそんなどういう人が開けるんですかあんなの普通社長さん社長で開けるってとんでもない社長さんとんでもないですねそれ以外もいっぱい開けてますからねその日あすごい4、50ぐらいのやつも、うん、好きなやつ何でも入れちゃえよって言われてかっこいい、うん、紹介してくださいよその社長あちょっと危ない人だから危ないやつ来てるんだ僕はあでも危ないやつ来てるんだでももういろいろあって怖いそうなんですか酔っ払ってるじゃないですか酔っ払ってる赤いでしょ締めましょう締める赤くなってますよあと2時間取りたいいやもう今日飯僕ら今から行ってまた10時過ぎまた来るんでいや毎回来る私も飯行くわじゃあ一緒にうんいや2人に私はママが行ってくれた方がいいんですけど本当ですか彼女と行ったらどうですかはいじゃあ締めまーすなんでみんな映りたがらないんですか新しい方うん、シャイ映りたいんじゃない本当は高子さん映ったら映んないいのシャイ NG じゃないからいやここよかったら来てくださいもうこれ閉めちゃうんで閉めよ、終わりだから5分ぐらい閉めちゃうんで最後はい喜んで、もうこれオフショットですから大丈夫です。オフショットもう全然いやオフショットもたまに流れてるじゃんだって。いやオフショットも流すんで、オフショットで流す。やだ。気になりさ。ガッツリ。いやどうです。ダメ。セルフィーじゃない。よ
横浜のお母さん、横浜のお母さんすごい汗かく、やだ。カミングアウトしてないの、本当ですか？本当してないです、本当です。でもこれでバレてないっていうのもおかしい。まあそうだよね、確かに。行こうもしてるもんね。私は、あ、うちの親、うん、知ってるわ。いつぐらいに、それが、俺そういう話聞きたいな。あ、これはでも、たまたま、はい、あ、そのテレビとかも出る前に、はい、めっ子が今手をこうやって緊張しちゃって、めっ子が、あれ、なんだっけ、あ、SNS、Facebook、はいはい、で、私の名前を検索したら、はい、ゲイの友達としか繋がってなくて、そういうのを見つけちゃって、なるほど。で、なんか勝手にね、うちの親とかにもなんか言っちゃってて、もしかして、そうなんじゃないかっつって、うん、そうなんだ、バレちゃった、ね、でもいいよね、うん、今、家族高校めっちゃしてる、ママ何してんの？ストーカー。ママの通りめっちゃ見る。すごい暇なの？暇吉、暇吉、暇吉なの？暇吉。めっちゃ見るよね。ママのだけ見る。そうだね、実家帰ってね。おもちゃ買ってあげたり。まあでもあれだ、これでもしもうバレたらね、オープンにするしかないよね。そうだね、しょうがないよね、そしたらね。ですよね。そしたらタカコチャンネルも開設して。すぐ閉鎖じゃない。しまくりのやつ、ピーとかばっかり趣味、趣味、また今日ピー多いかな。ピー多いです、めっちゃ多い。今本当に厳しいんで、あの、ずっと、あの、上がってからまた僕ら来ますんで。あ、わかりました。ありがとうございます。のちみー、のちみー、今日は、ありがとねー。エンドロールさー。